この学科のいいところはグループディスカッションをする授業が多く、そこで課題解決力や思考力を身につけることができ、社会人基礎力を成長させることができる点です。社会情報デザイン学部、社会情報デザイン学科。社会情報デザイン学科は自ら課題を見つけ、仲間と協力しながらそれを解決することを通して新たな社会をデザインできる人材を育てる学科です。分離を超えた豊富なカリキュラムと地域や企業と連携する多彩なワークショップ型科目が特徴です。ビジネスモデルキャンバスというものについてちょっともう一回見ていきましょう。そしてその後、実際の例を使って考えて、そのビジネスはどんな価値をもたらしているのかっていうところが真ん中にある。それを基準にして顧客側の話と企業側の話から考えていく。つまりじゃあその顧客層に対してそのビジネスを通じて顧客とどんな関係性を作っていきたいのか、じゃあちょっと言ってみてください。実際にビジネスモデルキャンパスを市澤新三郎ハンプっていう企業でやってみたんですけど、この市澤新三郎ハンプがどんな価値を提供してるかっていうのが、ブランドがもたらす信頼、これはなんか例えばお店で調達して全部お店で売ってるから、その分そのお客さんがお店に来た時にそのどんな商品を求めているのかっていうのを直接聞くことによって、そのお客さんの欲しいものをちゃんと提供できてるから信頼関係につながってるよっていう感じです。こういう価値があるからこういう信頼関係ができるんだっていうのがちゃんと説明できないといけない。社会情報デザイン学科の特徴はグループワーク主体の科目が多いことと、毎日学べる英会話プログラムが用意されていることです。そのため授業を通して社会人としての即戦力が身につくことが強みです。自分が活躍するステージとしてメーカーはもちろん IT、 通信、広告、教育など、その就職先は無限に広がっています。幅広いカリキュラムで学びながら自分が活躍できる将来へ。将来携わりたい仕事としては、お客様に寄り添いながら信頼関係を築ける仕事を行いたいと思っております。将来は県職員として十文字で学んだことを生かしながら県民の方々の身近でサポートをしていく、そんな職員になりたいと思っています。